こんにちは。本物英語教師ひろひとです。さあ、5月29日今週の木曜日、日本時間21時から Live from 221B Episode 0というタイトルで、ついにこの私ひろひとがカフェトークのライブセミナーに登場します。扱う内容というのは現代版のシャーロック、まあ BBC のやつですね。まあこれ扱いますけれども、特に前提知識なんていうものは必要ないので、誰が見ても学ぶべきものが多い、そういうレッスンになります。で、スクリプトとして教材使いますんで、こちらに関してはライブセミナーのページからダウンロードしておいて、あらかじめレッスン前に手元にご用意しておいてください。さて、このシャーロックっていうのが、まあ今英語を学ぶ題材の中では一つ格好の題材として挙げることができるっていうので、いろいろまあ理由はあるんですけれども、まあ一つ、この生の英語っていうものが学べる上に、その生の英語の知的レベルがめちゃめちゃ高い。だからそういった知的レベルの高い英文っていうのを自分のものにして実際に使える、そういったことをまあ目指していく、そのためのまあレッスンとして、その題材にシャーロック使っていきたいと思います。そしてシャーロック自体というのが、やっぱり内容が興味深いものですから、その興味っていうもの、やっぱり人間興味があるものと記憶っていうのは結びついて、記憶にも残りやすいと。そしてこのライブセミナーとして本質的にやっていくことっていうのは、この記憶をさらに強化していくっていうことも合わせて、言葉の本質、これを皆さんに分かってもらうような、そういう授業をやっていきたいと思います。この言葉の本質っていうものが分かると、まあいくら興味が持てる題材でその英文を記憶に残していこうって言っても、その英文を丸暗記しようと思ってもなかなか頭に残るものではないんですけれども、この言葉の本質っていうもので、なんでそういう言い方をするのかっていう、その仕組みが分かることによって、しっかりとより深いところの理解で、その英文の心っていうものが記憶に、長期記憶の中にしっかり入っていきますんで、まあそちらを目指した内容っていうことでやっていきます。5月29日、日本時間21時よりライブセミナーでお会いしましょう。